浮いてきた、左中間へ、間を破っていきました。セカンドランナーの柳町、サードキャンバスを回ってきました。シュートはなんと左中間でスリーベースに、タッチアウトだ、タッチアウト。ただ柳町が帰ってきました、2点目。藤本監督がリクエストをします。そうですね、足が届いていないようには見えますが、場内はため息の方が多いように感じますが、アウトのままです。ホークスリクエスト1回目失敗です。ただため息のあと突っ込んできて、少しシュート回転、間を破っていく、超前進守備でした。セカンドランナー代走の野村帰ってきます。シュートは三塁へ、ボールは中継に、ちょっと乱れているが、スリー